ケルベロモン。 私が動く。
そろそろ体は休まってきたと思うと、たくま、これじゃなんだかなか地下水路を抜けるまではみんな歩ける。いつまでもこの辺りばかり調べてられないし。分かったよ。ここまで大変な目にあって、でもここ一刻も早く敵の根城を突き止め。そうね、まだたくまくんの言う通りよ。さすが葵ね。だいラブラ、もうん、どうすんの。もうフローラも当然よ。ファルコモン、頼む。俺たちの力を恐れていながらしっかり利用はするんだな。な、揉
めてる場合じゃないでしょ。集中しな。仕方ない。
そうだな。いや、もしかして。違う！断じてそんなことはない！いくらなんでも言いすぎよ！おいおい、俺たちは固い。そんなことも。ああ、でもその修二さんのロップモンだって、寮のクネモンだって同じだったんだろう。それは運命だなんだって言うなら、なんであいつらはあんな形で死。俺には俺見ろ、お前たちだって本当にお前たちは俺たちの、つまりミノルは俺たちを。違うよ、僕はタクマを傷つけたりしない。お姉ちゃん、悲しいなら聞かない方がいいよ。おいアグモン、本当にそんな。絶対だよ。葵、私だってそうよ。分かってる、分かってるからこそ。そんな。もうやめてくれカイト。不安のもとはそっちだろうが。お兄ちゃん、いい。分かった、もういい。ファルコも信じ合えないのなら共にいる意味はない。商店街を抜けた先まで行ってみたんだが、敵地とはいえ休憩が十分なら新たな発見を。そうですね。みんな探索しながらファルコモンを追いかけ。タクマ、まだか。おや、それがあいつ。なるほど、意見がぶつかり合って。別に。そうか、辛い目にあったんだ。そうだな、心がすれ違っ。聞いてほしい話。私はずっと古より伝わる話の中で、約束、君たちが今一緒にいるこの獣神たちとの関係を。ああ、間違いない、まさに彼らこそが獣神だ。神といっても広く信仰を集める存在ではない。思いを受け止めて力を返すところ。小難しい話はやめてくれって、もっと分かりやすく話してくれよ。なら聞きたいことはない、何かあれば質問してくれ。じゃあなん。それは刺激する者の心を反映。古い文献の神隠しにまつわる記述だ。パートナーとなった人間の心の在り方次第で、気高い心の持ち主ならばまっすぐに、不安定な心の持ち。君たちのそばにいる獣神たちの進化は心の。アグモンは一度進化したけど、この姿が僕の心の形なのかな。教授にはアグモン。あまり確定的でないことを言うのは主義に反する。だから現時点ではまだ成長。おそらくまだ潜在的な力を秘めている。あんまりじっと見られる。ごめんアグモン。獣神の使い方を誤れば、彼らが守りたいと思う獣神、獣神に結び。なあ、すまない、その質問に関。そっか、でも獣神の祠に僕たちが揃ったのにも。ああ、しかしそれだけでは。よかった。え、みゆ、そうよ。
不安定な心が獣を変える。じゃあ俺がファルコモンにしたことは。ミノル、なあ、ファルコモンを探しに。うん、教授の言うことを信じるなら、獣が人を、つまり俺が今感じてる怖がったったら、あいつは悪くなかったんだ。怖がってばっかりな俺を。だからもし俺が、それは。そっか、きっとまだ間に合うよ。ファルコモン、うちもうちも。みんな待っててくれよ。